ついにウクライナ軍が全方面での奪還作戦を開始したという情報が入っているよ。すでにハイマースで補給路や輸送路を断っているのが影響しているようだな。全方面奪還作戦を仕掛けたってわけだね。そうだね。さて今回は、ウクライナが領土奪還に向けて反攻を開始したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア軍によるウクライナ侵攻が開始した2022年2月24日から8ヶ月が経とうとする10月現在だけど、2ヶ月前まで防戦が主だったウクライナ軍は8月29日、南部ヘルソン州において領土奪還に向けて反攻を始めたことを宣言したよね。特にヘルソン州においては侵攻初期にクリミア半島のロシア軍が北上してきた際に、情報機関であるウクライナ保安庁 SBU のヘルソン州担当者が、ゼレンスキー大統領の命令を無視して SBU 要員らの退避を命じたばかりか、機密情報などを保管したサーバーをそのまま残した結果ロシア軍に引き渡すことになり、それによりヘルソン州制圧に必要な情報を得ることができたと言われているんだ。ロシア軍はこのヘルソン州を皮切りに、西に位置するムイコラーユからオデーサまでを占拠した上で、ウクライナ東部のドンバス地方をつなぐ回廊を形成して、クリミア半島の支配を完全確立させようとした上で、ロシアは9月11日に予定していたロシア本国の統一地方戦に合わせ、ウクライナ東部ドンバス地方のルガンスク、ドネツク領州や南部ヘルソン、ザポロジエ領州の占領地域で、ロシア併合の是非を党住民投票を計画していたよ。しかし、ロシアがヘルソン州に設置した軍民行政府幹部のストレモウソフ氏が治安上の問題があるとして、投票を延期する意向を9月5日に表明し、その他の州の占領地域でも住民投票が延期されたんだが、結局は上記4州で9月27日に強制的に終了させ、ロシアへの編入に対する賛成票が圧倒的多数とされており、ロシアはこの結果を、ウクライナ領土をさらに併合する根拠として使うのだろうな。このヘルソン州において、SBU の州幹部が裏切ったこともあり、2020年2月にロシアが侵攻を開始すると早い段階で大部分の地域が占領下に置かれ、社会保障費などがロシアの通貨ルーブルで支払われてきたほか、ロシアのパスポートが供与されるなど、プーチン政権が支配地域を自国へ組み込むための施策を進めていったんだ。ロシア軍は一時期、ムイコラーユ市の東端地域にまで進出しており、ここは国会に面した戦略上重要な造船都市であり、ロシア軍にとってはウクライナ最大の港湾都市オデーサ攻略への重要な足がかりになると見られていたんだけど、3月末あたりからウクライナ軍はムイコラーユ州から占拠していたロシア軍を駆逐することに成功し、ヘルソン州に押し戻した経緯があるよね。それでムイコラーユ州はロシア軍の脅威から脱したことになり、ウクライナ軍にヘルソン奪還の可能性が見えてきたと言えるんだけど、ロシア軍にとってはこれ以上後退するとウクライナ軍がドニプロ川西岸地域へ到達し、ヘルソン市が奪い返される恐れが生じるため、同市を中心にその背後のドニプロ川を主防衛線として防御陣地を構築したんだと思う。ロシア軍と比較すると兵力、装備などの戦力がはるかに劣るウクライナ軍は、アメリカやヨーロッパなどで成り立つ NATO 加盟国からの軍事支援、特に新兵器の供与がロシア軍と対等に戦うための策であったため、ウクライナのゼレンスキー大統領は切実に支援を要求し、ロシア軍より圧倒的に数が少ない地上部隊支援のための多連装ロケット砲や榴弾砲などの重火砲の供与を強く望んでいたぜ。2022年6月末にスペインのマドリードで開催された NATO 首脳会議において、アメリカのバイデン大統領がウクライナに対して世界50カ国以上の国が協力して、対戦車ミサイルシステムなど14万機以上を提供し、戦車を600両以上、大口径榴弾砲を約500門と60万発以上の砲弾を提供すると宣言したため、米軍の最新の高機動ロケット砲システムハイマースや M270H などの、ジーマース誘導型多連装ロケット砲システムの供与を約束する運びとなったんだ。各国の支援のおかげでウクライナは軍事大国であるロシアと渡り合えてるよね。また、アメリカ政府は 80km 以上先の目標に対して GPS を利用した、精密誘導攻撃が可能な M31H 227mm ロケット弾を大量に供与するとともに、ハープーンなどの対艦ミサイルシステムやナサムズなどの防空ミサイルシステムなども供与することを、世界に向けて宣言したよ。ハイマースに関してはウクライナ兵への戦力化訓練が終了して配備が始まった7月下旬頃から、特に南のヘルソン州の戦線に配備されたと言われており、ウクライナ軍は州都ヘルソンやソレイ西の地域に展開するロシア軍部隊への補給路となっている、ドニプロ川に架かる3本の橋梁に対して砲撃を行ったぜ。その際、ウクライナ軍はハイマースから長距離精密誘導ロケット弾 M30 や M31 を発射して、GPS 誘導により橋梁に対してピンポイントで攻撃を加えており、
ヘルソン市に直結するアントニフスキー橋は数回にわたる攻撃で路面に数箇所の弾痕が開けられているのを、ロシア軍が公開した映像で確認することが可能だね。2本目にアントニフスキー橋と並行して架けられている鉄道橋もまた、ウクライナ軍の攻撃によって通行不能となっており、軍需物資輸送のための貨物列車の通行ができなくなっていることも発信されたよ。3本目としてアントニフスキー橋から約 60km 上流のノバカホフカ市にある水力発電所のダム上に設けられた橋梁もまた、8月13日のウクライナ軍のハイマース攻撃によって通行不能になっており、ヘルソン州のドニプロ川以西の地域では、クリミア半島やメリトポリなどからの補給自体が困難になったってわけ。これら3本の橋はそれぞれ完全破壊まではされていないようで、ロシア側が公表した攻撃後の橋の映像を確認する限りでは、修復は可能だと思われるが、橋梁構造的にもそれなりの打撃が与えられていると推測され、弾薬などの荷物を満載した大型トラックや戦車などの重量のある戦闘車両の通行は難しいだろうな。補給を滞らせて兵を引かせる作戦だね。あまり刺激しすぎて核を使われたら大変だし。このような状況から鑑みて、ウクライナ軍南部方面軍の報道官が地元テレビ局などのメディアに対してヘルソン州を占拠しているロシア軍の司令部が、首都ヘルソンを捨ててドニプロ川ドニエプル川を渡り東岸に後退したのも、このことがウクライナ軍によるアントニフスキー橋などの破壊などによって、補給路を断たれたことが要因となったと発表しているよ。今のところドニプロ川以西のヘルソン州において、ロシア軍部隊や国境警備隊、連邦保安局 FSB などの要員はまだほとんどが残っていると言われているんだけど、軍司令部だけが交代したことによって兵士を捨て駒にして司令部の幹部連中が逃避したという感じは拭えず、現場の士気が低下したのもそれが要因と見られているんだ。これらのウクライナ軍の動きから見て、ロシア軍は南部の防備を固める方針として、東部戦線から部隊を引き抜いて南部に増援として移動させたという噂が伝わっていたが、ウクライナ軍は補給路を断たれて弱体化しているロシア軍に追い込みをかけて撃破するとともに、増援で現れたロシアの盛況エアボーン部隊なども撃退したぜ。この時にウクライナ軍は3方向からヘルソン市に迫っているとされ、ロシア軍も必死に抵抗を見せてはいるものの、ノバカホフカの親ロシア行政府などはウクライナ軍の攻撃が激化していることを伝えており、どう考えてもロシア軍の部が悪く、このままでは渡ることができない橋のために戦車や重火器などの装備を残機したままで、徒歩や軽車両バイクなどによって退却するより他にないと見られているね。そして南部戦線のみならず、ウクライナ軍がこれまで押され続けていた東部ドンバス地方のドネツク州においても反攻に出ており、占領させた集落を奪還したという情報も上がっているよ。東部ドンバス地方のドネツク州などに展開しているロシア軍は南部に援軍を派遣したため、戦力がダウンしたままであり、ウクライナ軍の攻撃に耐えきれていない模様で、このウクライナ軍の動きからロシア軍はウクライナ軍の陽動作戦に見事にやられたと言われているね。さらにはドネツク州の北側に位置するハルキウ州でもウクライナ軍が攻勢に転じており、ウクライナ軍は9月7日、ハリコフ州バラクレヤ周辺の集落ノバヤグサロフカをロシア軍から、奪還して兵士が国旗を掲揚していた動画を SNS で投稿したとウクライナメディアが伝えたぜ。南部だけでなく東部も含めた広い前線全体でウクライナ軍が攻勢に転じたけど、強制的に行われた住民投票による4州合併がどのような動きに転じるのかを注目していきたいところだね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。